で、あと五葉松ですね。こういうの見たときに、こういうまっすぐなところ、これ我々あのバカって言い方するんですけど、はい、バカ、このまっすぐをどうするのか、これもそうですよね。このまっすぐをどうするのって、うん、まあそういうところ、これもまあまっすぐだらーんとしちゃってて、でパッと目についたのがやっぱりこれだったんですね。まあわずかにここまっすぐあるんですけど、ここから曲がってて、でここから鋭いまた曲がりがキュッとあると。うん、でこれ見たときに、あどうしようかなと思ったら、まずやっぱりこれがもう目も少し弱いのと。これね、ちっちゃい弱いのと、うん、ここが3本になってるんで、まあこれは取っちゃうだろうなと、はい、はい、でこれが主木になっていって、これをずっとこういうふうに下ろしてくると、うん、こんな感じですよね。ここも当然今まっすぐですから変化をつけていくと、うん、まあこことここが貫抜きですから、まあここ悩みどころですね。これが裏枝になるんで、もしかしたらこっち取っちゃうかもしれない、うん、これがギューッとこんな感じで作っていければという、まあ、 あのそういう樹形構想を考えて購入すると。それでは五葉松の静止剪定ですね。静止剪定、はい、ミニですね、もうね、はい、やっぱり購入した時のイメージっていうのが、これが頭でこれが挿絵だということで、まあちょっと面白いのはこのやっぱり根茎と、極力この距離が短い中で、うんうん、ここですよね、この短い中でこう変化があるというところがいいなと。あとまあ葉椒がね、これ八つ草かもしれないんですけどね、はい、だいぶ短いんで、ね、イメージとしてはこれはぐーっと下げていって、でここは模様をつけていくという感じで作っていきたいなというふうに思いますんで、まずちょっとフルパー取っちゃいますね、はい、あとこれなんかも取っちゃいます。まず明らかにいらないところですね、これを取ります。とこら辺の枯れ枝ですね、取っていきます。ちっちゃい枝ありますけど、こう足元にあるんで、これがこれですね、うん、これいらないですね。少し整理する意味で根を抜いて切っていっちゃいます。葉っぱをチョキチョキチョキ、八つ草っぽいですよね、でもね、うん、みんな発祥が、はい、いいですね。いいですよね。そうですね。この辺もあの枝がたくさんあるんで、とりあえずまあちょっと元気のないやつは先取っちゃいますね。ここはやっぱり頭なんで、ちょっと一番しっかりしたやつは取っときたいっていう感じですね。うんうん、ここですね、問題はね。でこれが裏枝になるんですよね。はいはい、なんでこれは絶対取れないとなってくると、これが取りたいと。でその上にこれがあるんで、まあ取っちゃってもいいんですけど、ちょっととりあえず取っちゃいましょうか。はい。はい、あとこの辺ですね、この辺の整理、うん、これもちっちゃいのがこれがあるんで取る。ちょっと綺麗にしてみますね。商品の五葉松は、ええ、カンタさんも川崎先生もよくでもないけど、あ、やってますね。やってますよね。やってますね。古間さんは初めて、あかもしれないですね。商品の御用ってなると自分ではやってますけどね、うん、動画としては初めてかもしれないですね。個性が見れるかなと思って。ああ、なるほど、それぞれね、うん、作り方が、これ多分こうカーブしてて、うんうん、ここ3本あるんですけど、これ内側になってるんで、これですね、はい、取りますね。どっかな、いらない枝は、ここはね3つあるんですけど、頭は少ししっかり枝があった方がいいんで、やがてどれかあの2本にすると思うんですけど、はい、とりあえず3つで作っておきますね。わかりました、はい、構想としてはこれをもうちょっとこう、なんだろう、この今この角度とか真横になってると、このまっすぐってすごくまっすぐに見えると思うんですよね、はいはい、でこれを少しこういうふうにすることによって、ま、うんうん、っすぐっぽく見えない、なるほど、はい、いうことあるんで、一旦ここで畳み込みます。はい、はい、ぎゅーっと絞ってですね、うん、結構簡単に曲がるんです。曲がりますね、だいぶ曲がった感じ、曲がりましたよね、うん、これ2本かな、枝とこの芯とかけていくんで、はい、これは16番ですね、16番を2回かけると、これですね、枝の下側、下側ですよね、はい、枝の下、はい、でこういうのは、うん、こうねじりながらこう持ってきますね。あ、なるほどね、それが原因で隙間が、はい、生まれちゃうんですかね。ああ、そうそう、いや、それとこれが下行っちゃうんで、はいはい、今こう行くと下行っちゃうんで、うん、このままこうねじっていくと、
ますます下行っちゃうんで、逆にこう回しといて、うん、ついさっきまで針金巻いてて、やっぱ隙間ちょこちょこできるから、隙間空きますよね。気持ち悪いじゃないですか。そうなんですよね。今度はこれ下先端までかけちゃうんで、うん、ちょっとこっちを長めにして、ちょうどねこういうのも4本あるんで、はい、この枝って下の差し枝って1、2、3、4つあるんで、うん、はい、2個2個でかけていけると思います。ちょっとあんまり理解できなかった。ああ、そうかそうか。例えば1、2、3、4とあるんで、芽がってことですか。小枝が、小枝が、例えばこれとこれ、はい、で次にこれとこれって、はい、はい、いうふうにかけられると、偶数なんで。ああ、はい、次の針金がってことですか。そうですね、次はですね、はい。自分でかけてみると難しいですね、やっぱりね。難しいですね。やんなきゃ分かんないですね。そうですね。そうなんですよね。でも気持ちいいですよね、綺麗にかかると。うん、そうですね。うん、なんかテーマみたいなタイトル。テーマ、ああ、なんだろうな、買う時の構想通り作る技術なんだ。そうなんですよ。まず第一に構想があって、で第二に今度作る技術が次になるわけですよね。よく技術技術ってね、ここで勉強して技術学ぶんですけど、まず第一はその木をどう作ろうかって、どうしたら一番この木がよく見えるかっていうのを、そこの構想がまず第一ですよね。そうですよね、想像できないと作れないですよね。そうなんですよ。だから多分皆さん一番困るのはどう作ろうかって悩んでね、できないでって多いと思うんだけど、その構想をすることが第一であって、でそれを作るためにはいろんな技術がいるわけですね。これも前言ったように添えた方がかっこいいんですけど、添える、添える、添えるっていうのは針金がこっち側に来た方がいいんですね。あ、その太いやつのこっち側に、はいはい、が綺麗になるんですけど、効かせるためにはここをあえてこう乗っけてやるとこの針金が効いてくるよと。効いてくる、はい、なんで展示会とかでは添えるんだけど、こういう木作りの時は上に乗せると、うん、まあ、別にそういう決まりじゃないですけどね、私はそうしてますということですね、はい、最初に構想できるようになるにはやっぱたくさん見たり、そうですね、見て作ったりっていうんですよね、ある方がね、なんかパターンが覚えるっていう言い方した人いますけど、うん、はいはい、確かにそうかもしれないです。文人の時って文人のこういう理想のパターンみたいなやつが自分の中のイメージがあって、うんうん、県外だったら県外でやっぱりそういうイメージがあって、そうですね、うん、結構だからパターン化されるできるといえばできますもんね。できると思いますね。結局みんなが見ていいと思うのは、はいはい、同じであの多いんで、そうなんですよね。で今度上行きますね、はい、簡単ですよね、これ枝何本かしかねないから、これかかってんだっけ。なるほど、導線も硬いからかけたくないと思ってたんですけど、うん、実際針金かけとかやるようになると導線使いたくなります。そうですね、やっぱり効くんでね、細くてもね、見た目もね、見た目もいいですよね、やっぱりいいですよね、細いから、ね、あるあるかもしれない、これは盆栽。そうですね、まず、イメージとしてはですね、ここからこう前に曲げます、ぐーっと、はい、上げていきます。で今度はこれをそっちへ一回曲げると、うん、第1弾、はい、はい、で今度はこっち曲げますね、第2弾、はい、一旦後ろ行って前に、小さくこう畳んだ感じに、そうですね、そうですね、裏、さすがですね、
かっこよくなってくる。ちょっとこれはとっちらかっちゃってるんで、ちっちゃい針がね、あの一本これでいいか、はい。そうやってうねってやることでこう。そうですね。なんかもう本当に普通の剣貝っぽい形になるのかなと思ったけど。まあやっぱり商品なんでね、こじんまりと畳み込むっていう、またカンちゃんと川崎先生と違うかもしれないですね。うん、違う。こういうのちょっと寄せてあげて、こういうの寄せてあげてですね。頭は全体にボリュームあっていいんで、これもちゃんと埋め起こしをね、はい、ちょっと商品であってもしてあげて、なんかこういう樹形の木って結構あるから、はいはい、みんなで一斉にやってみたいですよね。ああ、そうですね、面白いですね。どんなのができるのか。そうですね、前結構バラバラに。ね、かんちゃんと先生とね、はいはい、やったのありましたよね。はいはい、ありましたね。やばいな、3人の技術の差が。技術っていうか、やっぱりさっき言った樹形構想なんですよね。うん、そうですよね。はい、結局、センスとか発想力とかな。そうですね。気がします。はい、こんな感じで。もういいところが。いいね。そうですね。すごいちっちゃく畳み。ちっちゃくて、そうですね。まあ一つはここでね、うん、小さく畳んだっていうことと、やっぱりここの曲付けですよね、幹の。多分最初の映像と比べてもらうと、ここはまっすぐだったと思うんですけど、普通にビューンって伸びてますもんね。そうですね、曲をつけて、あとここもぐっと上から見ると分かると思うんですけど、だいぶ前に湾曲してますけど、はいはい、まあ、この辺の枝ももしかしたらいらなくなっちゃうかもしれないですけど。なるほど、はい、いや面白い。これだけねギュッてね、こう見てもらえるとね、なんとなくわかりますよね。その根の部分をこう曲げるのはいいですね。そうですね、ここはねやっぱりダラーンとしちゃうんで、やっぱりギュッとやって、で、あと本当は盆栽のイメージの話しましたけど、樹形の、はい、本来で言うとこの根の上がったところよりも頭をねちょっと下げたいんです、はい、そうするとこの根がねより強調されるんですよ。あ、うん、今ねそこまでいけない、まあ、これでバランス全体的にいいんですけど、はい、いいんだけども、できれば理想的にはこれよりも、この頭が少し下がるというぐらいが一つの、あの私の中での見解のパターンですね。は、はい、パターン、パターン、なるほど、文人のパターンとか見解のパターンとかっていう中で、うん、確かに昼間さんっぽいですもん ね、 ですよね、作り方が、ね、ですよね、というところで、まあ、まあまあじゃないですか。さっき黒松がだいぶいい加減にやったんで、うん、さっきの、はい、ちょっと、はい、同じ樹形の木僕も持ってるんで、はい、さっきね同じの買ったん で、 で、ね、はい、ちょっとやってみます。やってみてください。面白い、はい、あともうちょっと枝がね充実してきて、これこうやっぱりポコンポコンってこう商品であっても棚ができてくると面白いと思いますね、うんうんうん、なるほど、はい、わかりました。はい、そんな感じで以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。10月23、24日から大宮駅徒歩1分丸々東日本にて、大宮が盆栽の町って知ってた、大宮盆栽村 in 丸々東日本を開催します。盆栽村各園全部の園が参加するイベントとなっておりますので、ぜひお越しください。迷います。お求めやすい盆栽から本格盆栽の販売、植え替え体験、23日、24日でやる内容が変わってくるんですけど、23日は私が盆栽の改作のパフォーマンスのデモンストレーションをやります。でその後大宮ルディージャベントスの2選手による植え替えの体験があります。あと24日事前 PR でもありました吉本芸人の方によるお笑いライブと盆栽対決があります。ライブ参加者、盆栽対決参加者には盆栽美術館の招待券と、うん、抽選で盆栽サコッシュを、プレゼントします。サインがもらえたらもらえます。はい、もらえます。さいたま市から盆栽のおチョコとピンバッジ、センスなどのノベルティを無料で配布する予定です。だいぶいいものになってると思います。あと埼玉県の、地酒、お土産等の販売も行っておりますので、この際にですね、さいたま市の魅力を発見していただけたらなと思います。はい、はい、じゃあなんだ、ぜひ、はい、皆様お越しください。はい、お越しください。ありがとうございます。ありがとうございました。